今日は先発本前対山本由伸という対戦でした。初回立ち上がりノーアウトランナー一塁三塁で3番吉田正尚セカンドゴロの間にサードランナーの足立が帰ってきてオリックスが先制します。この後ワンアウトランナー二塁、まあ、ここは1点でよくしのいだなという西村さんピッチング内容でしたね。そうですね、まあ、相手のミスからですが、まあ、助かりましたよね、はい。一方の山本由伸の立ち上がりです。先頭の荻野内野安打2塁に進んでマーティンは空振りの三振でした。さらに4番の安田、これも落ちるボールです。150キロ近いという落ちるボールでしたね。打てないですね、ゲームは2回です。ランナー1人を置いて今日スタメンの杉本ライトへぐんぐん打球は伸びてライトスタンド中段まで持っていきました。ツーランホームラン、これで3対0となります。まあ、少し元前投手は逆球が多かったですかね。まあ、そうですね、今日はそういう感じましたよね、ゲームは2回です。この回先頭のレアードカットボールでした。乾いたバット音が打球音が響き渡ったというゾゾマリンスタジアムでした。レアードのソロホームランで1点を返します。千葉ロッテマリーンズです。その後ワンアウトランナー1塁ランナーを1人置いて田村の当たりはセカンド詰まった当たり4、6、そして3と当たってダブルプレーになりました。ゲームは3対1で3回へと入ります。ノーアウトランナー2塁1塁というチャンスを作ってトング、まあ、フォアボールの後のストレートを西村さん狙っていました。いやまあね、甘いとこなんですけども、はい、やっぱり打ったねトングが素晴らしいと思いますよね、2点タイムリーツーベースヒットで5対1と変わります。まだ取った後ですからね、なんとか踏ん張ってもらいたかったですね。そうですね、ゲームは3回の裏です。荻野は空振りの三振、その後ランナー1人を置いて中村翔吾も空振りの三振です。3回1点という内容の山本由伸、そして6回先頭のマーティンはサードゴロ、まあ、このイニングは何かこう打たせて取るという空気もありましたね。まあ、そうですね、中村翔吾はセカンドゴロです。内野ゴロが2つ、そして4番の安田、この安田も内野ゴロ、このイニングは3つの後すべて内野ゴロでした。そしてゲームは7回へと入っていきます。ワンアウトから代打山口、スプリットが冴え渡って空振りの三振。この後ロッテはランナーを貯めて久々のチャンス、二塁一塁として代打角中、これも高めから変化してくるボール、見逃しの三振でした。山本由伸7回を投げて球数106球1点という内容でした。そしてゲームは最終回です。ツーアウトながら満塁とした千葉のトマリンズ、平野がここでマウンドに上がってスリーボールまで行きましたけども、最後は荻野をセンターフライに打ち取ってスリーアウトゲームセット。今シーズン山本由伸が2勝目を挙げたというゲームになりました。今日の打線に関しては西村さんはどんな感想を持たれてますか？ロッテは、まあ、あのしっかり対策はしていると思うんですけども、その中でやっぱりしっかり打てる球、これをヒットにしていかないといけないのかなというのはありますよね。